10年ほど前、中田英寿さんと対談で日本代表がワールドカップで勝てない理由として、日本人は練習を使う技術を高い、試合で使う技術は、使い方を知らないから低いと話されていましたが、本田さんから見て、今の日本人選手は試合で使える技術は昔より上がったと思いますか？どうかな。なんか結構その技術の問題よりも、そこってやっぱその本人の育ってきた文化とか環境によってやっぱ多分育まれてってると思うんで、なんかまあ教育環境ですよね、まあ、指導者含めて。今は確かにずっと昔の選手からこう僕らの時代を経て、さらに新しい若い選手たちが上手くなってるとは思うんですけど、なんかポイントになるのは、その相対的には周りの国がもっとレベルを上げてるんで、自分たちのレベルが上がってるかもしれないですけど、なんかちょっとそれが今の予選のちょっと危機にもつながってるわけじゃないですか。なので、難しいところですね、意見としてはそれは。